地図カムペーンペット歴史公園は、タイのカムペーンペット県にある、スコータイ王朝の遺跡の一つ。周辺の遺跡とともに、ユネスコの世界遺産に登録されている。カムペーンペット歴史公園は、スコータイ時代の遺跡である。カムペーンペットという名前が示す通り、ビルマからの侵入を防ぐ目的で建設されたと言われている。伝説では11世紀頃に、北部から逃れてきた。 ある王が建設したとされるが、実際に碑文などで分かっていることは、スコータイの王リタイガワットプラシーマハータートを建設したということである。また、ヒンドゥー様式の遺跡が例外の一つを除いて見つかっていないことから、クメール王朝の影響は非常に薄かったと考えられている。当初は川よりも西側に建造物が建てられていたが、 アユタヤ王朝時代には防衛上の理由で川よりも東に建設された。スコータイ時代からスコータイのみならず北部の文化を吸収し、カムペーンペット独特の様式を生み出して発展してきたカムペーンペットも1767年にはビルマ軍の攻撃を受け崩壊し、現在では漆喰が落ちたレンガの建物を残すのみである。ワットプラケーバンコクのワットプラケーと同様、 層のための施設がない汚染用の寺院である。伝承では、エメラルド物が安置されていたとも言うが定かではない。ワットプラターとリタ用による建設とされる。ワットプラ系をよりも東にある。この寺院の中心にあるチェーリーは、カムペーンペット独自のスタイルである。宮殿あと現在ほとんど形跡をとどめていないが、発掘の結果、スコータイ時代の文物が見つかっている。 ワットプラノーム建造物の壁が非常に良い状態で残っている寺院の一つである。ラテライトでできた寺院で寺院にある大きな柱は継ぎ目がなく一つの岩から切り出されたものであり、スコー太陽町時代の建築技術の高さを物語っている。ワットプラシーイリアーとこの寺院の中心には四面に分かれた壁があり、その壁一つ一つの前にそれぞれ石でできた遊物、 座禅物、直立物、涅反物が安置されていたが、現在では直立物を残すのみである。この直立物は、カムペーンペット独自の様式である。ワットチャンロープも、ともとは、台座の上に、ベル型の JD があったとされるが、ビルマ軍によって破壊された。しかし台座を取り巻く像の像は現在でも残り、カムペーンペットに残る非常にユニークな寺院の一つである。ありがとうございます。